映画もののけ姫に登場するキャラクターを紹介ということで、今回取り上げるのはもののけ姫です。複雑な映画とされながらも、当時の日本の歴代興行収入を塗り替えるほど大ヒットした映画もののけ姫。それまで映画版の風の谷のナウシカなどで人間と自然の共存を描いてきた宮崎駿監督が、物語に登場するキャラクターに様々な一面を持たせ、新たに自然との向き合い方を示した作品がもののけ姫です。なので今回はもののけ姫に登場するキャラクターを紹介しながら、そこに込められた宮崎駿監督のメッセージを見ていきたいと思います。映画もののけ姫は1997年に公開された作品で、宮崎駿監督が監督と脚本を務めています。で、その物語の内容から制作時点でいろんな壁にぶつかっていて、複雑すぎるのではないかという声も上がっていましたが、蓋を開けてみると当時の日本の歴代興行収入を塗り替える大ヒット作品となりました。まあ、ただ大成功を収めたもののけ姫でしたが、映画を作る過程では宮崎監督はとても苦労をしていて、映画公開まで何年もの年月がかかっています。で、もともともののけ姫という作品は1980年に映画会社やテレビ局に売り込むために宮崎監督が書いたイメージボードが始まりで、その時は売り込みは成功せず映像化は断念されています。で、それから10年以上過ぎた時にプロデューサーの鈴木敏夫さんが、もののけ姫を映画にしましょうと宮崎監督を説得したところから、本格的に映画化の話は進んでいきますが、宮崎監督自身なかなか物語を作ることができなかったそうです。そこで一旦宮崎監督の書いたイメージボードを絵本として出版しようということになり、1993年には絵本もののけ姫が出版されています。まあ、ただこの絵本を読んだことがある方はわかると思いますが、映画版のもののけ姫とは全く違うお話になっています。トトロに出てきた猫バスのようなもののけ、大山猫が出てきて娘を連れ去り嫁にしようとするお話で、その娘は父親に疎まれ、最も卑しい醜いものに嫁にやられる娘という設定で、これは宮崎監督自身認めているように、ボーモン夫人の美女と野獣が元になっています。で、この絵本になったイメージボードを元にしながら宮崎監督は映画の脚本を書いていくわけですが、日本を舞台にした時代劇を作るというところからなかなか物語は進んでいきませんでした。まあ、鈴木さん曰く、当時宮崎監督はスランプに陥っていたそうで、まあ、そんな時にオンユアマークの動画のところでも話しましたが、チャゲ&アスカからオンユアマークのプロモーションビデオの制作依頼があります。煮詰まっていた宮崎監督は気分転換になるかもしれないということでこの依頼を受け、まあ、結果オンユアマークに携わったことで物語の見直しができて、もののけ姫という作品はアシタカを主人公にしたストーリーになっていきました。で、宮崎監督はこのもののけ姫の物語を、自然破壊は悪である、だから自然を守らなければいけないという単純なストーリーではなく、人間と自然の複雑な関係を描いた作品にしました。さらに人間は醜く尊いものではないけれども、それも含めて一緒に生きていこうということを作品を通して伝えています。まあ、なので物語自体が結構複雑で、そこに出てくる登場人物もかなり複雑なキャラクターになっています。で、ここから今回の本題であるキャラクター紹介になっていきますが、複雑なキャラクターの代表といえば烏帽子御前です。彼女は森を壊してタタラバを作りましたが、そのタタラバでは女性が仕事を持ち生き生きと暮らしていて、さらに行き場のない病人たちにも彼女は手を差し伸べ仕事を与えていました。まあ、なので単純に自然を破壊しているから烏帽子御前は悪人だということにはならず、逆に自然を破壊しているけど人間的にはいい人なのが烏帽子御前でした。で、この彼女の複雑な部分こそが宮崎監督がもののけ姫を通して描きたかったことで、人間が文明を発展させ自然が破壊されてきましたが、まあ、そもそも人間は文明の発展を善、良いこととして捉えています。まあ、なので人間と自然の関係は善と悪というふうに簡単に分けることができるほど単純な問題ではなく、もっともっと複雑な問題を抱えていて、それを宮崎監督はもののけ姫という作品を通してそのまま描きました。
で、複雑なのはタダラバで暮らす人たちも同じで、住人はとてもいい人でアシタカに優しいんですが、サンニだけは暴力的になってしまいます。まあ、これもまた私たち人間が持ち合わせている感情で、劇中に登場する人物ほとんどがいろんな側面を持ち合わせていました。まあ、その中でも烏帽子御前と同じくらい複雑なキャラクターとして描かれていたのが自己坊です。物語の中で一番謎なキャラクターといえる彼は、いいやつなのか悪いやつなのかよくわからない存在でもありました。まあ、そんな自己坊について監督は、世の中で一番たくさんいる人間と言っていて、彼は基本的にいい人間で、仕事はきちんとするし、組織の中の一員としてちゃんと機能も果たします。まあ、ただ与えられた命令の善悪についてはあえて考えず、ただただ命令に従う人として描かれていました。まあ、だからといって自己坊は悪人かというとそうでもなく、彼は命令だから仕方なくやっているところもありましたし、自分がやろうとしていることがひどいことというのは理解しているから、獅子神の首を狙うことを烏帽子御前にやらせていました。で、そんな自己坊は会社という組織で働く人間のことを指していて、だから宮崎監督は彼のことを世の中にたくさんいる人間と説明しています。まあ、でも先ほども言いましたが、自己坊は悪人ではなく、組織の中で生きていくためには自己坊のようにならなくてはいけないことがあることを監督は当然理解しています。だから監督は物語の最後でも自己坊を殺しませんでした。それは彼を殺してしまうと世の中のほとんどの人間を否定することになってしまうからです。まあ、なので烏帽子御前と同じように、自己坊もまた善人悪人と簡単に分けることができず、アシタカを助けたりと基本いい人なんですが、組織の命令には善悪を考えずに従順に従うという複雑な人間として描かれていました。で、さらに複雑といえば、人間のキャラクターだけではなく、犬神のモロも複雑に描かれています。モロの中には優しさと凶暴さが同時に存在していて、森を守り、サンを自分の子供のように育てた優しい気持ちを持ちながらも、一方で首だけになっても烏帽子御前に襲いかかるという凶暴性も持っています。宮崎監督は、人間の凶暴性暴力を取り除けばいいということではなく、暴力は人間の特徴の一つでもあると言っていて、私たちは優しさと暴力のように相反するような様々なものを持ち合わせた複雑な生き物で、そんな人間の複雑な内面や感情をモロを通して私たちに見せてくれていました。で、このようにいろいろな面を持ち合わせているキャラクターがいる中で、みんなを助けたいと一人奔走していたのがアシタカです。彼は烏帽子御前もサンも助けたいと思いながらも、どうすることもできず、結局戦いは始まってしまいました。で、このアシタカのどちらにも参加できないという行動もまた人間の姿ではありますが、まあ、ただアシタカだけはサンや烏帽子御前やみんなが持っている善の部分も悪の部分も全て含めて彼らを助けたいと思っていて、ある意味彼が一番困難な立場にいる人間でもあります。彼はタタラバで鉄作りを助けながら、でも山も守りたいと思っていて、そんなアシタカを宮崎監督は、便利な世の中になり、人類の暮らしが進化していく中で、同時に自然も守っていかなければいけない大変な現代人の象徴として描いています。まあ、しかもアシタカは自分の内にある怒りや憎しみを何とかコントロールしようとして、必死で怒りを抑えようとしていましたが、それもまた現代人を示しています。で、アシタカは映画のラストでサンに向かって、サンは森で、私はタタラバで暮らそう、共に生きようと言っていましたが、そのサンは戦いが終わっても人間を許すことができませんでした。で、これはサンが自然の代表というのではなく、人間の行動に対して怒りを感じているのがサンという人間で、彼女は人間が人間に対して抱く疑問の象徴となっています。で、そんな人間を許せないサンに対してアシタカは、それでもいいから共に生きようと言っていましたが、これは宮崎駿監督からこの映画を見た子どもたちへのメッセージでもあって、自然を大切にしなければいけないと分かっていながらも、便利な世の中にするために自然破壊を繰り返すほど人間は複雑で、しかも怒りがこみ上げてくる時もあって大変だけれども、それでもいいから一緒に生きていこうという監督の呼びかけで、だから映画のキャッチコピーも生きろとなっていました。で、その他忘れてはいけないキャラクターが森の精霊小玉です。
動きが可愛くもののけ姫の中では癒し系のキャラクターでしたが、宮崎監督はこの子玉のことを森の中の目撃者としてそこにいる存在と言っています。子玉は獅子神の森の中で戦いが始まっても特に何かをするわけではありません。で、自然というのは人間にとっていいことばかりではなく、今で言えば大雨が降ったり逆に日照りが続いたり、また害虫などがいたりと、自然すべてが人間の役に立つわけではなく、森の精霊子玉はそんな役に立たない自然の象徴でもありました。自然は人間の役に立つから残そう守ろうというのではなく、役に立たないものも含めてすべてが自然で、人間にとって役に立つ立たないという人間を中心にした考えはおかしいという、そんな意味が森の精霊こだまの中に込められていました。ということで、今回はもののけ姫に出てきたキャラクターを紹介しました。個性的なキャラクターが多いのがもののけ姫という作品ですが、それは彼らが複雑な世の中で生きていて、いろんな感情を持ち合わせているということを示していたからで、各キャラクターの表情からもそんないろんな内面を見ることができるので、どのキャラクターも印象に残るんだと思います。で、そのキャラクターたちには複雑な人間の姿が投影されていましたが、それが人間の本来の姿で、複雑で困難で大変だけどそれでも生きろという監督のメッセージが込められてもいました。なので、そういう視点でもののけ姫という作品を見ると、複雑なストーリーの中にある監督のストレートなメッセージが伝わってくるんじゃないかなと思います。ということで、今回はもののけ姫についてのお話でした。